皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日は症状週末旅行の9話でございます。早速続きを見ていきましょう。またこの非常に怖い、なんだろう、怖い工場の中ですね。うん、暗いな。まるで1話と同じようなところだ。1話ですよね。そうですね。1年以上前の話だけどね、すぐに分かっちゃう。人もいるかもしれない。しかしまあ不思議な世界に住んでおりますな。ぐるぐまわる、ぐるぐまわる。タイトルドロップ、少女週末旅行。ねえ、生きてるってどういうこと？そういえば OP ないな、今回。私が言ったのは、機械が機能してるって意味であって、生命体として生きているかどうかってことじゃ。もう。しかし、じゃあ、生命体って何？生きてるもの。生命体ってのは、生き物のことだ。はい、じゃあ生き物って何？ってなるね。なんだろう。書き禁止って書いてる。オイルなのかな？燃料的なものなんでしょうね。サーバーですかこれ。ここサーバーファーム？いやいや、またサーバーファームはこんなところに置かねえな。一体水の中でしょう。生命、今だったらいろいろ考えさせられてますね。ここは実はクラウドコンピューティングのメッカーであって、 AWS とか Google クラウドとか全部ここに存在しているみたいな。その風に見えちゃう。静かに。シー、モンスターがいる。ロボットくん、鉄腕アトム来た。あ、やっぱりでっけー。生きてる、生きてる。怖っ。あの鉄砲玉じゃどうにもならんわ。武器とか持ってるわけではないけどね。まあ本人自体が武器みたいなもんだからな。怖っ、出てきたな。耳ついてんのか。マイクがついてたら大丈夫か。オーディオインプットができるんか。生き物なのかな。いや、生き物ではないだろう。おいおいおい。どう見ても機械だったし。その鉄砲で。そもそも機械は息もしないし意識もない。私たちが乗ってるこれと一緒だよ。どうだろう。AI が入ってるかもしれんよ。考えたりしない。でもさっきのやつは一人で歩いてた気がするけど。誰かが操作してるのかもしれないし。どうだろう。じゃあさ、もし機械が一人でこっちに向かって歩いてきて、こんにちはって挨拶したら、プログラミングによるよね。そんな機械はないだろう。まあちーちゃんはそんなこと言うけど、正しい答えは知らんってことだよ。そもそも機械どころか、地球上にはもう人間以外の生き物は存在しないって言われているんだから。でも魚おったやん。魚おったやん。何言うてんねん。生き物は存在しないか。え？でも人間がいるってことはたくさんの微生物がいるじゃん。しかもほら魚やん。人間の中にある微生物とか存在したね。存在したね、あっさりと。おい、危ない。ちーちゃん。あ、監視カメラ。危険、危険、殺すみたいな。
あれなんか可愛いな。こんにちは。おい、こんにちはって言うとるやんかい。生命。こんちは言うたやん。ダメです、あれは私が管理している魚ですが、部外者が干渉することはできません。部外者。やっぱり魚なんだ。食べたいねんな。いけません。というか機械が喋ってる。助かる。お前は一体何。私はこの区画を管理する自立機械です。へえ、そんなすげえやつ。あなた方に危害は加えません。ありがてえ。だったら無理やり食べよう。おい、クソやん、略奪したやないか。本来なら攻撃的な部外者に対して警備機械を呼ぶことができるのです。わお、脅しやな。現在は通信が途絶えています。あー、おい、警備機械、略奪するんじゃないよ。いや、もう建設やと思ったよ。稼働しているのは私と彼だけです。なるほどね。でもいっぱい落ちてんだよね、あの左側に。大臣の技術はこんな機械まで。たくさんいたな、こういうやつら。どうやったらこんなものを、どうだろうな、今でもできひんからな。魚は食べないからさ、もっと機械とかここのことを教えてくれないかな。いいですよ、案内します。 OK。でどうやってあんたみたいなやつをもっと作れんのか。ね、話はいいからあれを食べたいんだが。もうええって。うわあ、魚。お前猫かよ。お魚、お魚、刺身が食べたい。水の中にいるみたいだ。一番大きな水槽の真下です。いいな。いるかな。お魚的存在。入ってみますか。怖いだろ。やめよ。使ってない水槽なら大丈夫です。いい。102の水槽がありますが、現在稼働中は12槽で、使用中は1つです。さっきのやつか。さっきのところ。一個しかねえのかよ。それじゃあ他の水槽には魚はいないんだ。じゃああれ死んだらどうすんだよ。ここは食用魚を大量に生成する生産施設でした。しかし今はあの一匹だけです。死んだらどうなるんだよ。食べてはいけません。ここの水槽は好きに使ってもいいですよ。でかっ。ギョギョ、お魚になる時間です。えんにょ、なんちゅう顔しとれない。どうだ、お水。泳げへんな。平気か。お、受ける。大丈夫。人間はね、受けるんだよね。二人とも泳いでるか。みゆうちゃんだけ。あ、なんか二人とも泳ぎそうにだったかなと思ったら、服洗ってるか。絶対臭いんだろうな。そうかもね、死んだら。なんでよ。しゃあないや。気をつけてよね。いや、お前も手伝えよ。だね。ち。環境汚染ですね。かつて地球は一つの大きな生命でしたが、人類はその営みからの独立を選びました。はいはいはい。彼らは水や空気、エネルギーの循環を代替し、人間が生存可能な環境を提供し続ける都市を築きました。はいはいはい、素晴らしいですね。基盤核層に備わったそれらのインフラを可能な限り維持していくのが私たちの仕事です。人間なんてもういないのに。
私たちには関係ありません。そういう任務与えられたんだもんね。自分たちが消えるまで。あったかいの、ほんまに。あいつなんであんな自由に泳げるんだ。適応力が高いですね。私も入ってみるか。いや、絶対にもう沈む、ビューってなり。よし。しかも変なパンツ履いてるわ。裸でいいじゃん。いや、人がいるし。この機械？機械でしょ。そうだけど。はい。寒いだろう、うん、寒いでしょ。足がつかない。それはつかねえよ。うわー、怖えのか。うわー、適応性ゼロ。足をバタバタすると浮くよ。頑張れ。いけるいける。さて、さて、沈んでってる。あー、沈んでる。さよなら、ちいちゃん。さよなら。どん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 息が抜いてきて。そうだと、もっと沈んじゃう。この夢見てたよね。不思議な夢。お助け、ちっちゃんのお助け。なんかこんなシーンもあったよね、あの夢の中に。違うわ、ゆうちゃんに食われるみたいなシーンだったかもしれない。大変だったね。大丈夫？死ぬとこでしたね。かつて地球は一つの大きな生命でしたが、だとしたら今はどうなんだろう。今はもうダメやろ。機械の塊だね。なんか入れちゃうの？これで綺麗になる。あ、ああ、あいつの料理か。通常は跳ねたりする種ではないのですが、ある種突然変異ですね。突然変異。飛び子になったんや。バグではちょっと違うけどね。機械の言うことは難しいな。焼きたい。やめろって。ねえ、私にもそれできたりする？餌やりですか？いいですよ。いいの？優しいじゃん。やった。今日はあと5粒です。よし。にゃ。け、こいつでかくなるんじゃない？そんなにいっぱい食わしたら。お前食べるんだろ。お前の腹の中かい。さよなら、魚。あったかいから。おお、やけどしてしまいそうやけどね。ほう、すげえな。それができない人間もいるんだのに。あなたたちが喜ぶと私も嬉しいということです。なるほど。ハイスペックですね。あんたも寝るか？機械は寝ないでしょ。あったかいね。うん。絶対地面が硬いけどね。あ、魚来た。あれでしょ、建設のやつが上にいるからいっぱい落ちてきてる。うわ、壊れちゃう。おい、あの建設野郎、なんでここに入っちゃう。怖っ。恐ろしいな。
施設の解体を始めたみたいですね。え？どうして？わかりません。資材の確保のために不要な施設を解体することがありますが。不要な施設だと思われたんだね。あれと話せるの？もう魚殺されるね、これじゃ。お前も食われちゃう？お前も不必要な存在だみたいな。揉めてるのかな。食われちゃいそう、あのチビちゃんが。怖っ。どっか行っちゃったんか。なるほどね。おい。それじゃ魚が。解体リストには周辺区画のほとんどが含まれていました。おそらく無理だね。都市にとっても致命的なバグが発生しています。バグ。それも進化の源なの。破壊がもたらす。ちょっと違うけど、まあ。進化と呼ぶならば。でも。町に対する致命的なバグが発見したから、いろんなものを倒さないといけないとか、どんな論理でそうなってるのか興味ワクワク。どんなアルゴリズムで動いてんだろう。ねえじいちゃん、どうすか。あの魚を助けようよ。助けるんかい。中に入って拾わないといけないね。助けてほしいよね。あなた方なら。行け。食べるんじゃなかったな。ああ、なんでだろう。あの魚を助けたい。そうい。共感ってやつかもね。なるほど。覚えたか、共感。メシか？ああ。え、壊しちゃうの？あいつ。マジかよ。上に行って。わあ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 。破壊になるのかい。すげえな、一匹の魚のために。あいつの考えてることは私にもよくわからないけどね。ねえ、あのでかい機械を破壊するのってさ、やっぱり殺すってことになるのかな。そうなっちゃうんじゃねえか。生命の定義によります。生命、私たちは生きてるし、あの魚も生きてる。うわ、危なかったな、魚くん。それでも殺しちゃうんだよ、この選択肢。多分生きているからだ。よし。まあゆうちゃんはこういうのね、得意と思う。昔は人も機械も都市も生きていて循環していたんだ。 C4さえならちゃんと言うんやで。かわいそうに機械さんが殺される。なんか超悲しい。あれを押せばいいんだね。ゆうちゃんも早く逃げな。でか物を壊すんやろ。
私も魚もこれでもう少し長く生きられそうです。そうだけどさ、そうやな、人も機械も魚も都市も生きていて、それもいつか終わりが来るんだ。なんかめっちゃ悲しいんだけど、ね、えちーちゃん、ビッグボーイ殺したことによって、そういうことだろうな。そうだね、動いてるから生き物、動物って話だよね。動くもの。随分壊れちゃったね。また作り直せないの？そしたらあれでしょ、あれ進化する。それ無理だね。想像がなければただ終わるだけだもんね。そうですね。でも魚今ありがとうって言ったよ。ありがとう、ゆうちゃん。私たちは行くけど、二人とも長生きしてくれると嬉しいな。ね、私もそう思ってます。皆さんもお元気で。共感だ、共感だ。よだれは、よだれは出てない。恐ろしい。よだれを克服したゆうちゃんですね。面白い工場に来ましたね今回。しかし悲しいストーリーだった。人を助けるのに人を殺さないといけなかったんだよ今回。たった一握りだけ残っているこの世界の生命体の大きなやつ、もしかしたら一番大きいやつかもしれない。生き残ってるやつらの中でそいつを終わりにした。はあ、なんか超悲しい。なんか涙が出そうやったんだよマジで。なんでだろう、歳か。もう若くねえんだよ。めっちゃ浸透した。ちーちゃん、ゆーちゃん頑張るな。でももう一つの面では、このまったりのアニメは夏目友人帳と同じようにね、ちょっとなんかピースフルすぎて、うわっ、おい、あ、助けてる、直してる直してる。まああの兄さんね、フレッドと言いましょう。フレッド頑張ってるわ。フレッド頑張ってますよ。これからもフレッド応援してますって。なので私はフレッドにいいねを押しますが、皆さんも面白かったらピーターの動画の方にもいいねというボタンを忘れなく押していただければと思います。そのいいねボタンは大変支援になっており、まあ、YouTube だったりピーター直接にこれは良いぞ、もっとやってくださいっていうメッセージを伝えてるみたいなもんです。はい、そして今後もピーターの動画を見たいと思っていたら、ぜひその登録のボタンも忘れなくていうことなので、まあサブスクライバーマイルストーンというものをやっておりますので、1万登録者超えてしまえば非常に面白い動画を出したいなと思っているので、ぜひ登録のボタンの方をお願いします。では次もやりたいと思っておりますので、 Until next time, bye bye, OK! See you!